今1勝4敗で、まあ、きつい状況なんですけど、まあ、次のファブに向けて練習をしていきます。そうですね、昨シーズン自分昨シーズンから入ったんですけど、その時はやっぱりその緊張とかがあって思うように力出せなかったんですけど、今シーズンは試合中僕落ち着いて、まあ、プレーできるようになりました。そうですね、やっぱり韓国って辛いものとか多いので、辛いもの苦手な身からしたらちょっと、まあ、食べ物はちょっと厳しいですね、はい、そう、韓国はサムギョプサルとかトッポギとかを食べました。一番美味しかったのはやっぱりサムギョプサルです。初日に来て初日に食べたサムギョプサルが美味しかったです。自分 2v2 が出ることが多くなって、まあ、2v2 で勝って、もし 1v1 で負けてもキングオブザヒルで3立てできるぐらい強くなって努力していきます。そうですね、まあ、1勝4敗という、まあ、かなり厳しい結果で終わってしまったんですけれども、まあ、プレーオフは、グループそれぞれのグループで4位のチームまで行けるということで、まあ、現状5位ということで、全然プレーオフ進出は諦めてないので、ここからあと6戦あるので、全力で勝ち星をよりく、取れるように後半戦頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、昨シーズンは、シングルの戦績がちょっと悪くて、でチームとしての 2v2 の戦績が割と勝ち越しだったんですけど、今シーズンはその得意だった 2v2 もちょっと勝率が落ちているということで、去年まで やはり日本が頭一つ抜けてたんですけども、去年の後半あたりから東南アジアも強くなってきて、で今年に入ってから韓国とかも 2v2 のレベルも非常に上がって、どこのチームも本当に強敵ゾロになったので 2v2 含めて、まあ、そこをどう攻略するかっていうところだと思います。まあ何、割と肉が多めですね。やっぱり韓国お肉美味しいので、あと肉屋でお肉買ってきて、であれハウスで焼いてみんなで食べるみたいなことが最近多かったですね。まあサムギョプサルですかね。やっぱり、まあ、当然集団生活なんで、まあ、みんなやっぱり疲れとかも出やすいですし、まあストレスとかもやっぱ溜まりやすいと思うんですけど、まあ、そこをどう、解消じゃないですけど、うまく折り合いじゃないですけど、をつけるかといったところが最初は割と苦労はしましたね。僕自身もちょっと結構一人の時間が欲しいタイプだったりしたので、まあちょっとストレス溜まる部分はありましたけど、まあさすがに 2,3 週間いればもう慣れたもんで、もう今では全然気にならなくなりました。何かあったっけな。ありましたね。確かピラミキが実費でなんかハーゲンダッツをなんか買って、それでなんか大きめのサイズのハーゲンダッツを買って食べたんですけど、なんかそれが減ってて、でなんかそしたらレイヤーが、あ、それ食べちゃったみたいな、無断で食べてたらしくて、ちょっとなんか、みたいなことになって、なんかそういう事件がありましたね。あ、そうですね、なんだろう、まあ、結果だけ見るとあまり良くないんですけど、とはいえまだこれからも結構試合あるわけなんで、まあ、結構反省点というかこれからどうするかっていうのも明確になってきて、まあ、それを意識してやっていこうと思います。正直慣れた、多分次行く時はすぐ適応すると思いますね。最初は結構ね、なんかいろいろ結構なんか慣れないこともあったよね。ご飯とかどうでした？正直、日本の方が美味しい。日本が恋しい。まあ慣れたけど、それも。韓国の食事でなんか印象に残ってるというか、これは美味しかったみたいな。あー、ピザとパスタが美味しい。はい。そこはどこでも美味しいだろうっていうな、わかるかな。なんだろう、オニアかする俺なんだよな。ちょっと待って。なんだろうね。まあ、やらかしたとか、エピソードとかじゃないけど、一番印象に残ったのが、めっちゃみんなハーゲンダッツ買うよね。1100円のデッキハゲになってたけど、めちゃめちゃみんな買ってびっくりしたわ。そうなんだけど、
ただ強ければいいってわけじゃないよね。ただ強くてもね、戦略面とか、まあ、デッキ選び、あとは精神面、いろいろあるよね。ただ練習してるだけじゃ、まあ、勝てないんだなっていう、本当に工夫が必要なんだよね、まあ、それをみんなで協力して。だからこれからは本当により一層ね、団結して頑張っていきたいと思いますね。まあ、私も人間なんで、やっぱ負けるとね、辛いんですよね。結構負けてて、挫折もしそうになってるんですけど、そういう時にファンの方々が、気にしないでください、次は頑張ってくださいみたいなね、励ましコメントくれるとね、本当にモチベにつながるんですよ。本当に嬉しくて、本当に助かってますので、これからも応援よろしくお願いします。いやー、もう自分は一勝もできなくて本当に悔しいシーズンでしたね。そうですね、やっぱりその準備っていうのが他のチームもすごくしてきて、そのバンカードだったりとか、その自分のデッキに対する対策だったりとか、その辺がやっぱりその今までやってきたことよりもそのやっぱりプロなんですごくレベルが高くて、その辺にやっぱ苦戦してしまいましたね。これからはもうより一層その準備の段階でなんかもう他のチームを上回れるようにしていきたいと思ってます。うどんですね。なんか住んでるところの近くにうどん屋さんがあって、そのうどん屋さんっていうのが、まあ、日本人が経営しているところなんですよ。で、香川の人ですよね、確か香川の人が作ってるうどん屋さんで、なんですが、それが美味しくて、みんなでもう3回ぐらい通って通いましたね。近所のカレー屋さんで、まあ、カレーを注文したんですけど、その時にその野菜がついてきたんですよね。でその時にシシトウがあって、それをなんか食べてみたらめちゃめちゃ辛くて、本当に人生で一番辛いっていうぐらい辛くて、もう10分ぐらいもう辛いのが取れなかったってことがあったんですけど、それは本当にやばかったですね。まあ、今回、グループ A の総当たりを全て終えて、まあ、5試合やったんですけど、まあ、チームの成績としては1勝4敗で、まあ、非常に、まあ、苦しい状況ではあるんですけど、個人としては、まあ、KOH に1回出場して、まあ、1敗負けたっていう形ではあるんですけど、まあ、昨年は自分が結構シングルを持つことが多くて、っていうのもやっぱり4人でやってたので、まあ、必然的にこう疲労面とかも考えたら、まあ、出なくちゃいけない状態ってのはあったんですけど、まあ、今回は5人 で、まあ、チームとしてやってるってことで、まあ、結構自信がある人が、まあ、出れる状態ってのが、それがまあ結構増えたの で自分としては結構、まあ、昨年は三重士を使ってシングルとかで、まあ、そこにこう、まあ、盤とかであったり対策の面を探せられたんですけど、まあ、ちょっと修正とかで三重士が弱くなってしまって、僕が出るにあたって結構驚異的なものがやっぱ得意的が潰されてるので、そこがちょっとなくなってしまったので、結構自分的にも 1v1 出れる自信っていうのがなくなっちゃって、まあ、他の人に結構出ずんばりにはなってしまったんですけど、まあ、今回そのリーグ中に三重士の情報修正が入って、で一つまあ自分の武器が増えたので、まあここから後半戦あるんですけど、自分がまあ自信がある状態で臨めるような調整ができると思うので、まあそういった点も踏まえて、やっぱ自分も活躍してチームの勝利に結びをつけていかないといけないなと思ったので、まあプレーオフとかもかかってるんで、まあそこをまず目標にここから巻き返してプレーオフ進出をまずは目標に頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ昨年は結構地方の人とかもいて結構バラバラでやってたんですけど、まあ、そこなんか通話とかで結構練習とかしたんで、そこら辺は集まれる機会が少なくて、だけど集団生活だと、まあ、みんなで集まってできるので、まあ、そこは結構いい利点だなと思っているので、まあ、そこはちゃんと活かして、まあ、韓国の生活に関してなんですけど、まあ、僕は辛いもの結構好きで、結構辛いものにも慣れてきて、まあ、食事とかもそんな困ってないので、そこに関しては、まあ、全然いい生活ができるんじゃないかなと思います。
なんだろうな、みんなそこまで辛いものが好きじゃない人とかもいて、なんかピザとか、なんか韓国料理以外のものを食べてたんですけど、まあ、その中でも食べたサムギョプサル、勝った後に、試合に勝った後に食べたサムギョプサルが一番美味しかったかなと思います。他にもやっぱ、韓国料理いろいろあるんで、試合に勝った後に食べたなって思いますね。出たかもしれないですけど、あの夜食で僕があの腹が減って、お腹空いたので、なんか料理をしようってことになって、パスタを茹でたんですけど、その際にまあハーカウォンをハーゲンダッツにしか使ってないとか、そうですね、まずは今1勝4敗なので、まずは勝ち越せるように、勝ち星を上げてプレーオフに進出して、まあ、その先に、まあ、プレーオフも勝ち上がってっていうのが目標なので、まずは勝ち越しを目標に戦っていきたいと思います。